私は夫と結婚後、勤めていた会社を退職し、近所でパート勤務をしている27歳です。夫は大手外資系企業に勤めており、収入もそれなりにありました。結婚して1年が過ぎたある日、夫は真剣な顔で話があると言ってきたのです。どうしたの？話って何？実は学生時代から仲良くしている先輩から一緒に起業しないかって言われてて、俺もやってみたいと思ってるんだ。一から会社を立ち上げるから収入も今までよりだいぶ減るけど、俺どうしてもやってみたいんだ。うん、わかった。夫の真剣な眼差しに私は二つ返事で承諾しました。せっかくのチャンスなんだし、私も応援するよ。ありがとう。でもしばらくは生活も大変になるだろうし、お前にも負担かけてしまうと思うんだ。私もパートの時間増やしてもらうし、一緒に頑張ろう。こうして夫は先輩と共に起業することを決め、翌月で会社を辞めたのでした。私も夫を支えようと思い、パートの時間も増やしてもらいながら生活していたある日のこと。義母が転んで怪我をしたのでした。最低1ヶ月は松葉杖生活になるとのことでした。義父は数年前に亡くなっており、義実家には義母が一人で暮らしていたため、怪我を理由に義母が夫に同居を提案してきたのでした。母さんが落ち着くまで俺たちに助けてほしいって言うんだ。一人じゃ買い物にも行けないし、身の回りのことをやるのが大変らしくて、しばらく俺たちと暮らしたいって。でもやっぱり断るべきだよな。私は以前から義母のことが苦手で、夫もそれを知っていたので私を気遣ってくれているのが分かりました。結婚当初から私は義母から嫁いびりをされていたのでした。今でも電話がかかってきては嫌味を言われたり、突然家にやってきて私の家事に散々文句をつけてくるのでした。夫が注意してくれることもあったのですが、義母の嫁いびりはやむことがありませんでした。仕事が変わってからは疲れて帰ってくる夫に私も相談できずにいました。本来なら義母からの申し出は断るべきだと思ったのですが、板挟みになる夫の立場を考えると、どうしても断ることができなかったのです。いいよ、大丈夫。お母さんにしばらくうちで生活してもらおう。夫はヘルパーを雇うことも考えたそうなのですが、起業を始めてからは夫の収入は安定しておらず、ここ数ヶ月の給料は10万前後だったので、ヘルパーを雇うことは難しかったのです。夫は毎日の残業や休日出勤に明け暮れていましたが、正直、夫の給料と自分のパート収入だけでは私たちも生活も苦しく、私は夫を支えるためパート以外に在宅の仕事も始めていたのです。仕事以外で夫に負担をかけさせたくなかった私は同居を承諾し、義母との一時的な同居が始まったのでした。同居開始後は義母からの嫌味に耐えながらも、私の心は疲弊していきました。それから2ヶ月が経過し、義母も普通に歩けるようになったのですが、自分の家に戻る様子が一向になかったのです。平気で家の中で物色し、私が部屋で仕事をしているとノックもせず勝手に入ってくるのでした。息子は今日も残業なのに、どうしてあなたはパソコンで遊んでるの？え？遊んでるわけじゃありませんよ。私もパソコンを使って在宅で仕事をしてるんです。信じられないわ。夫が必死で仕事してるっていうのに、自分は家でのんびりパソコン？よくそんなことができるものだわ。
違います。本当にこれは仕事で。言い訳なんて聞きたくないの。嫁のくせに自分の立場が分かってないの。偉そうに私に口答えしないでちょうだい。私の話には耳を貸さず、理不尽な理由で怒鳴りつけられ、私も苛立ちを覚えましたが、言い返すことはしませんでした。言い返してしまえば状況が悪くなることは分かっていたし、何よりも仕事で大変な思いをしている夫にこれ以上重荷を背負わせたくないという気持ちがあったからでした。しかし、仕事から帰宅した夫は私の様子がおかしいことに気づいたようでした。どうしたの？もしかして何かあった？え？どうして？大丈夫だよ。でも、すごく疲れた顔してるし、俺もお前には負担かけてるし、ごめんな。それに加え、母さんのこともお前に任せっきりだし。でも、もう母さんの足も良くなったみたいだし、そろそろ家に戻るよう言うつもりだから、もう少しだけ待っててくれる？うん、わかった。翌朝、私が起きるとすでに朝食の準備と洗濯物が終わっており、どうやら夫が早起きして家事をしてくれたようでした。その直後、義母も起きてきたのですが、私たちの様子を見て義母は激怒したのです。これはどういうこと？まさか息子に家事をさせたの？いえ、私も今起きたところでして。嫁のくせに夫より遅く起きてくるなんてどういうつもり？息子が仕事忙しいの、あなたもわかってるでしょう。すみません。すると、私たちのやりとりを見ていた夫が声を荒げました。母さんやめろよ。これは俺が勝手にしたことなんだから。それに彼女だって俺たちのために毎日必死で働いてくれてるんだ。わかってくれよ。そんな、たかがパートでしょ？起業してるあなたの方が偉いに決まってるわ。俺の仕事もうまくいってるわけじゃないし、彼女のおかげで今のこの生活だって成り立ってるんだよ。そんなわけないじゃない。義母は夫の仕事がどんな状況であるかもわかっておらず、話もろくに聞かず、夫が私をかばっていると思っているようでした。夫が私の仕事について説明しても、義母は全く聞く耳を持ちませんでした。しばらくして、夫が義母を家に帰らせようとしたのですが、義母は一向に帰ろうとせず、最近では帰るよう促すと泣いて暴れるようになったのでした。この嫁が私をここから追い出そうとしてるのね。なんてひどい嫁なのかしら。やっぱり息子と結婚させたのは間違いだったわ。義母の暴言はどんどんエスカレートしていきました。今までは夫のいないところで私をいびってきたのですが、最近は夫の前でも平気で私を怒鳴り散らすようになったのです。夫も注意してくれるのですが、義母からは反省の色が全く見えませんでした。この日も私はいつものように夫の帰りを待ちながら部屋で仕事をしていたのですが、義母が突然部屋に入ってきました。またパソコンで遊んでるの？どうせあなたは家事をサボりたいだけなんでしょ？違います。私だって仕事してるんです。あなたの言い訳なんて聞きたくないって言ってるでしょ。家事もしないあんたは嫁失格よ。その言葉にさすがの私も我慢の限界でした。してるじゃないですか。家事も仕事も私だって頑張ってるんです。嘘つかないでよ。あんたみたいな人はさっさと出て行きなさいよ。あんたはもともとうちの嫁にふさわしくなかったのよ。堪忍袋の尾が切れた私が義母に言い返そうとした直後、廊下から夫の声がしました。もういいよ。
部屋に入ってきた夫の顔は怒りに満ちていました。いい加減にしろよ。これ以上彼女を苦しめるのはやめてくれよ。違うのよ。私はあなたのことを思って、こんな出来損ないの嫁、あなたにはふさわしくないのよ。俺のことを思って？ふざけるな。目の前で母親に嫌がらせをされてる嫁を見て、これ以上黙っていられない。どうしてよ。どうして私よりもこの女をかばうのよ。これ以上義母とは話しても無駄だと思ったのか、夫が私に向かって言いました。今まで本当にごめん。もう嫁やめていいよ。え？俺たち離婚しよう。母さんのせいでこれ以上お前に辛い思いさせたくないんだ。夫の言葉に私は頭の中が真っ白になりました。そんな夫の後ろで義母はニヤニヤとほくそ笑んでいたのです。そんな義母を見て私は我慢するのをやめました。離婚なんてしない。このまま離婚したらそれこそお母さんの思うツボよ。そんなの絶対に嫌だし、私はあなたと別れたくないの。え？でもいいのか？今まで散々辛い思いしてきただろう。その原因はあなたじゃなくて、目の前にいるお母さんよ。そのせいで、どうして私とあなたが別れなきゃいけないの？そんなの納得できない。ありがとう。俺も本当は離婚なんてしたくない。そして夫は、何かを決意したように、義母の方を向いてきっぱり告げたのです。母さん、この家から出て行ってくれ。え？ちょっと待って、何言ってるの？もううんざりなんだよ。これ以上母さんに俺たちの幸せを邪魔されたくないんだ。もう迷惑なんだよ。俺の大切な人を傷つけるような人、母親とは認めない。今日限りであんたとは縁を切ることにする。さっさとここから出て行け。そんな、母親を見捨てるっていうの？義母は必死で訴えていましたが、夫は無言で義母に冷たい視線を向けていました。その場の空気に耐えられなくなったのか、義母は泣きわめきながら家から出て行きました。その後、私たち夫婦は別のマンションへ引っ越すことにしました。もちろん義母には引っ越し先を教えていません。義母はあれ以来、私の悪口を言いふらしているそうですが、周りからは共感を得ることができず、今では息子夫婦に追い出された嫁いびり姑と噂され、ご近所からも避けられているそうです。一方私たちはというと、夫の会社が軌道に乗り始め仕事も安定し始めました。数ヶ月前から給料も上がり、会社員時代の収入を上回りました。私も在宅ワークをやめ、パートのみの生活に戻りました。この先どんなことがあろうとも、夫と一緒ならきっと乗り越えていけると確信しています。これからも夫婦二人で力を合わせながら、幸せをつかんでいこうと思います。